こんにちは、シュです。今回はフェンリル使って闘技場行きたいなと思います。リーダースキルがお邪魔を3個以上つなげると攻撃力上昇最大10倍、3属性以上で 4.5 倍ですね。でこれすごい倍率出るんだよね。45倍で2000倍ぐらい出る、最大出した時。まあなんで、まあうまいこと使えればいけるんじゃないかな。よし、ゴー。いや久しぶりだな。ちょっと前、結構前かぐらいにフェンリルは使ったことあったんだけど、まあ、本当に、欠損か。いきなりこれ使っちゃおう。今あったかな？確か回復は含まないんだよね、3属性に。で、これあえて闇は消さない方針で。で、お茶も消すか。オッケー。あー、でも闇消してよかったか。ちょっとね、ごめんなさい。まだ使い慣れてない。オッケー。ただ本当にすげー倍率出るから、あー、なるほどね。これお邪魔残しの削ろうか。難しいね。やっぱこういう微妙なキャラっていうのかな、微妙って言うと怒られそうだな。マニアック、あー、お邪魔消えちゃったか。なキャラってね、あんまり使われないよね。うん、やっぱ正直使いづらいなっていうのはあると思う。ただなんか趣味パとしては面白いんじゃないかな。で、フェンリルがね、スキルマのターンが確か4ターンかな、まあ、なんで結構回転はいいんですよね。いいんですね。よしよしよし。で、これアマテラスがね、かなり効いてる。封印2個持ちで、もうヨルムンガンドが封印ないんだよ。なんだけどアマテラス2個持ちだから封印が多分 100% になってると思う。オッケー。最近ね、闘技場3多かった。だけど今回はさすがにちょっと闘技場3は無理な気がする。これだと、まあ闘技場1だと結構アマテラスにクシナダだけ継承してる、他はしてない、まあ、なんでヘラ来ても大丈夫。 OK だね。いいぞいいぞ。でこのヨルムンガンドが結構相性良いんですよね。こんな感じか。いや、あ、いいか。ちょっとお邪魔取っとこうかなと思ったけど、やっぱあれだね、フェンリル使ったターンは本当にめちゃめちゃ消して、次の盤面のためにお邪魔を呼び寄せのしないとダメだな。だからお邪魔は多分3つでいいと思うんだよ。それぐらい倍率高いから、3つ消して、ちょ待ってね、パズルがちょ下手だな。オッケー。いやー、今闇消したかったね、右側の。オッケー。あー、消えちゃうか。まあ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 、不死鳥か。不死鳥は、次が、玉ドラかな。玉ドラの時にアマテラス使いたいから、ちょっとスキルダメします。多分そうだよね。次、玉ドラですよね。うん。いいね。ここで。あ、これさ、今後チャレダンとかでさ、1回が、テラウルズとかだと、もしかしたらフェンリルが適正はないか適正なダンジョンあるかなって言おうと思ったけど、さすがにフェンリルが適正なダンジョンは来ないかな。 OK で、ここで抜こう。なんかね、あんまり遊んでると即死ダメージ来ちゃうんで。 OK、 3属性あるね。はいよ。 OK でしょう。で、次バインド来ても大丈夫。いや、マシュアマテラスが有能すぎる。ただ、同じとこに、リーダーとかに2回バインド来ちゃうとちょっとダメよ。オッケー。バランスいいね。これ3体バインド来てさ、リーダーだけに行くと9ターンバインドになるもんね。OK だな。お、欠損なんかしないね。いや、してるね。してるわ。ヨルムンガンド使って、あ、でもヨルムンガンドより大ノートの方がターン数短かった気がするから、こっち使おうか。まあ、3属性って点であんま欠損しないはず。まあ、今したんだけどね。はい。いいね、いい消し。本当にいっぱい消してこう。で、お邪魔大量に来い。いや、なんか新鮮だな。お邪魔大量に来いっていうのが。そして消えるっていうね。これ一応フレンドが、ルーンエンハンスつけてんだけど、多分エンハンスなくてもボスいけるんじゃないかな。ちょっとやってみようか。今回エンハンス使わないでボスやろう。
フレンドね、親友で一人だけ出てたんですよ、フェンリル。まあ、なんで負けても取り直せる。いや、親友でね、こういうフェンリルみたいな、ちょっと、おお、いいね。あまり使われそうな、じゃないキャラ言ってるとね、結構動画としては、めちゃめちゃありがたい。はいよ、オッケー。いいね。多分余裕でいけるでしょう。結構ね、氷モンスター入れ、このフェンリルパーティーにはなかなか合うよね。ヨルムンガンドにガイノート。まあどっちも育てるのがね若干めんどくさいんだけど、まあまあ全然育てる価値はあるといえば嘘になるかもしれないけど、まあシミッパで使いたい程度なら全然育てるのもありっちゃありなのかな。やべ、あぶね、あやべ、あやべ、やっちゃった。あでもなんか倍率出たよ。おいけいけ、お邪魔消せなかったんだけど、オッケー、計算通りだ。あえて今お邪魔消せなかったんだよね。あーでもお邪魔、この盤面だとさ、お邪魔増えすぎると欠損っていうのがあるのか、難しいな。7かこんだけさ倍率高かったら 7×6 で誰かと組み合わせるっていうのも全然ありなのかな。ただね、あんまり思い浮かばないけど、45倍だもんね、やばいよね。アヌビス、あ、でもアヌビスが何倍だっけ ?30 倍じゃないアヌビスで。10倍でスキル使用時3倍で30倍だから。倍率だけで見るとアヌビスより出てんのか?はい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 。あー、はい。オッケー。で、お邪魔大量に降ってこい。一回もね、最大倍率出せてないな。確か、お邪魔の9焦げしかな、最大倍率。なんで結構難しいのか、最大倍率出そうと思うと。やべ。あ、こいついいじゃん。お邪魔作ってくれるから、ちょっと一回お邪魔作ってもらおうか。確か、フェンリルってさ、修正かかったよね、生放送のタイミングで。違ったかな、確かかかってたはず。それで倍率上がったような気がするんだけど、昔からこんな高倍率じゃなかったよな。てか全然お邪魔作ってくんないんだけど。あ、来た。欠損はしてないけどいけるかな。あ、これ結構いい倍率出んじゃない、このお邪魔の量だと。あ、すげえ水大量に消えてるけど、まあ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 、オッケー。182倍か。あれ抜けない、危なっ危なっ。これ使おう。今消す色が少なかったんだね。これ抜けるかな、ちょマジでこれで負ける可能性がありえるな。うん、ちょっと真剣になります。はい、これで無理かな。お、いいね。300何倍出てる。オッケーオッケーオッケー。あ、しかもキラー持ってんのか、フェンリル、神キラー。うーわ、ヨルムンガンドのリーダースキル、多分この動画見てる人いないんじゃない、ヨルムンガンドのリーダースキル知ってる人。知らないよ。これで知ってる人いたらびっくりだわ。あ、でもいい倍率は出せたな。あ、110倍まで出せた。オッケー。いいね。あ、いいですね。これは、とりあえずちょっとでも殴ろうというよりは、回復予防。オッケー。うん、いいですね。ちょっと、ヨルムンガンドのリーダースキルが出て、わかんないから、倍率が出てんのかな。はい、おわ、あー、ちょ、今水斜め入ってたら回復戻しだったんだけどな。よし、でここでしっかりフェンリル使いの。 OK、 全色あるね。これさ、最大倍率だからお邪魔9個プラス、なんだろう、お邪魔9個プラス、おお、あー、ちょ、キー組めなかった。全色あるってなかなかない盤面だと思うんだけどな。そんなこと起きんのかな。うーわ、めんどくさ。
ちょ、今パールだけは出ないでって若干心の中で思ってたんだけど、まあしょうがない。これクシナダかな。ヘラ用にクシナダ使いたかったんだけど、ここで使わざるを得ないと思う。危ねえ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 、今すげえ負けるとこだった。ここでちょっとあれ使います。アマテラスに継承してるクシナダ使って抜くじゃないと無理でしょう。やべえな、これ変に削っちゃう可能性あんな。なかなかいい感じに削れてんな、さっきから。いいね。いや、これいい感じに削れてんな、本当に。あ、でもこんだけ HP あればもしかしたら耐えきれる。どう？やべ、ちょ、回復全部消しちゃった、下手くそ。よし、でここでクシナダ貼ります。いや、まだいいか。どうしよう。いや、貼るか。貼ってキラーは刺さんない。で、火は2ウェイがない。水、水多めに消すか。水みんな副属性だから。ちょ、待って、下手じゃない。何やってんの。え、何やってんの。 OK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  ちょっと攻めに行く。で、火は2分割入れないでいこうか。オッケー、いいんじゃない、これ。スーパー、うわ、クシナダ使わなくてよかった。わ、しかも王様作ってくれた。すげえ接待だ。うわ、はじいた。誰お前、ヨルムンガンドか。倍率は出るけど、いや出ないのか。これせっかくお邪魔作ってくれたけど、落ち込みに期待して全部消します。これで落ち込み乗れば最大倍率が出る。ちょね、かなりの運ゲー。頼む、出て。あ、でも100倍出てんじゃん。うわ、いいね。オッケー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 。回復力さ、めちゃめちゃ低いな、このパーティー。ちょっとヘラ対策できなくなっちゃったな。いや、でもしょうがないよね。結果的には使わなくてよかったっていう結果論だもんね、今のは。まあ今のはっていうか、待って、ガイノートって回復作ったっけ。作るのか。次リファイブ来たら耐えれないんじゃないかな。なんで一応使っとこう。うまいね。やべ、ちょっと回復作った意味がなくなった。回復落ち込ん、やべか、これリファイブ死ぬか。死ぬか死ぬか。おーし、よし。で、ヘラー、これでも回復してもどうせヘラで意味ないのか。どうしようかな。光がスーパー多いな。ヨルムンガンドかな。ヨルムンガンド本当に強いよね。お、あー、ダメか、最大倍率出せんじゃないかなって今一瞬思ったんだけど。いやー、ちょい、まあ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 、多分倒せたでしょ。おーし、よし、回復落ち込ん。オッケー。頼む、マジでヘラ出ないで、マジでヘラ出ないで。よし、まあこれヘラ出ないでって言ったらコメント欄で、ヘラ出てほしかったってさ、言われて、やめてよ、そういうの。ちょっと。今も多分出てほしかったって思った人が、なんでもない。これ使って、あれ？スキル確認オフにしとこうか。これ使いの、結構いい盤面ですね。で、2ウェイは意味ないの。あ、一応闇があるのか、2ウェイ。ちょっとね、パズルの秒数が若干少ないな。まあ、結構モリモリではあるんだけどね。やっぱお邪魔作って。お邪魔やって複数コンボってなると。よし、来た。エンハンスはなし。多
多分ワンパンは怪しいけど、この発狂ラインは超えれると思う。でヨルムンガンドでお邪魔10個来い。これどうやれば最大倍率出んだろう。どの組み合わせ、ヨルムンガンドからのフェンリルかな。いやでも絶対キー消えるよねこれで、フェンリル使うと。だからこれでいこう。ちょっとごめんなさい、最大倍率だ、ちょっとやり方わかんない。最大倍率を出す、うわー火組みなかったね。ちょっとごめんなさい。これで900?992倍。よーしよしよし、すごいね火力ほんとに。まぁ、ちょっと心残りが最大倍率出せなかったっていうのはあるんだけど、そこは。いや、7×6 じゃないと無理ではないと思うけど、相当厳しいんじゃないかな。貫通いけんのかな?あ、いいですね。はい、ということで、久しぶりにフェンリル使ってみたんだけど、まあ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 、なんとも言い難い。火力がすごい。火力っていうか倍率がすごいのか。火力はそこまでなのかな?ちょっとあんま見てなかったや。はい、ということで、じゃあ今回これで終わります。バイバイ。